どうもどうも、こんちくわ、ドローン男子です。はい、見ての通りね、この DJI ゴーグル3 iPad 交換をしたいと思います。こちらとっておきのアイテム用意してきたので、よかったら最後まで見てください。で、今回のメニューなんですけど、純正の iPad の取り外し方、あとこちらの商品のね、付け方も伝授いたします。で、最後の方に、この装着感とかね、あといろいろメリットデメリット、いろいろ話してますので、よかったら最後まで見てください。はい、じゃあ純正を外していきましょう。ここに2つ隙間があるんですけど、見えますか？工具なしで爪でいけちゃいます。はい、外しました。こんな感じになってるんですね。で、穴とかいっぱいあるんですけど、これ実は、爪が2つだけなんですよね。で、これ見えるかな、突起物があるんですけど、これね、これ別にこの突起物はね、フィットしないんですよ、穴に。おそらくズレ防止だと思う。で、大事なのはこの横の爪2つなんですけど、これね、折れないように気をつけてください。この純正ね、これ何しても変形しないのがね、これめちゃくちゃいいんですよ。大好きなんだけどね、もう変形しない、マジで。ただ一つだけ言わせてもらうと、顔の油がね、つきまくりスティ。はい、今回この商品なんですけど、これスポンジですね。ちょっとバットマンみたいな感じですね。ちょっと上品な感じでおしゃれですよね。うん、硬すぎず柔らかすぎずって感じですね。変形とかもあんましなそうだし、うん、大丈夫そうですね。で、これどうやってつくんだよって思ったでしょ。爪とか突起物ねえじゃん。まあ、そこが違うんだね。はい、続きましてはこの傷防止のレンズパッド。これね、ちょっとペラペラなんですよ、これ。ちょっと軽いっていうか、まあ大丈夫かなって不安はあるんですけど、まあまあつけてみましょう。で、これマジックテープも付属してるんですけど、スポンジが張り付くっていう、感じかな。はい、完成しました。どうやってつけたんだよってね。まあ後で見せますよ。まあ、こんな感じですね。ちょっとはみ出してるって感じですね。ちょっと隙間が目立つね。ちょっと浮いちゃってるんですよね。これでも綺麗に貼ったんですけどね。さあ、どうやってやったかというと、ちょっと外していきましょう。こうやってね、穴を塞がないように貼ってったんですけど、まあいろんなやり方があると思うんですけど、自分の、フィットしやすいところに貼ってみてください。で、じゃあ例えば純正を戻したいとき、で、このマジックテープをそのまま残した状態でつけてみたんですね。つくんだけどつけにくい。っていうか爪が折れそう。やっとの思いでついたんだけど、隙間だらけ。当たり前だよね。で、このレンズパッドなんですけど、見事にですね、フィットしない。で、これもレンズパッドも単品で売ってるんですけど、純正の iPad にこれをつけると、うん、これもフィットしない。まあ落ちたりっていうのはないんですけど、まああってもなくてもいいっていう感じですね。
はい、装着感なんですけど、じゃあまず左のサードパーティーなんですけど、つけ心地はめちゃくちゃ気持ちいい。気持ちよさ1で、純正の気持ちよさは普通。フィット感なんですけど、左のサードパーティーはフィット感は、微妙です。何が微妙かっていうと、全体的に潰れないので下が浮いてしまいます。隙間と、光入り放題ですね。まあうまく調整すれば、なんとか、フィットするんですけど、めんどくさい、一発じゃいけない。で、純正の方はめっちゃくちゃフィット感 OK。 続いては皮脂具合なんですけど、純正の方はめちゃくちゃつくんですけど、サードパーティーの方はつかない、目立ちにくい。はい、装着してからのズレなんですけど、左のサードパーティーの方は、汗をかくとめちゃめちゃ滑ります。これが下に下がってくんだよな。純正の方はズレはそんなにないです。汗をかくと若干ちょっと滑ったりはするんですけど、サードパーティーよりは全然いいです。はい、長時間の装着なんですけど、左の方のスポンジは濡れます。濡れるんですけど、曇ったりはそんなにないです。デコのあたりの方が結構汗が集中しますね。あともう一つなんですけど、気持ち的に重いかなって感じました。汗とか重さとかでずれちゃうので、結構上向きにすることが多かったです。で、首が痛い。そうするとこちらのね、純正の方は長時間つけててもそんなには疲れはしないですね。フィット感やっぱり抜群です。で、衛生的な問題なんですけど、これは別にそんなに重要じゃないかなと思ったんですけど、まあ一応ね、言っときます。趣味か業務とかで変わってくるんですけど、まあ趣味程度だったらどちらでもいいんですけど、じゃあ例えば業務で行うときは、映像を見てもらったり確認してもらうのに油がついてると気まずいし渡しにくい。一応消毒してから渡したりはするんですけど、まあこちらの左のサードパーティーだったら付け替えをしてお渡しすれば、もう全然気持ちよく見てもらえるし、嫌な顔はしないと思う。はい、総合的な評価なんですけど、まあ今3-3にしたんですけど、おあいこですね。まあ要はどちらでもいい、まあ趣味でも業務でも、あとは気持ちの問題かな。使えなくはないので、まあ本当にどちらでも使えると思います。何がいいかわかんないけど、まあおしゃれ、これで純正みたいに爪とかがつくと最高なんだけど、なんでマジックテープだったんだろうな。コストだな。これが純正みたいについてたら、勝ちだったんですけどね。まあ決めるのはあなた次第。